はインコースから1番2番6番3番4番5番の体型で今スタートいたしました。5コースから4号艇の後藤、わずかに好スタートを切りまして、さあ内側の方から絞っていくかどうかというところですが、1号艇の秋山は先前体制、4号艇の後藤は幕井差しに切り替えた。バックストレッチ向こう上面でありますが、トップ争いは1号艇4号艇という形ですが、1号艇わずかに一定身しのいでいる秋山、その後へさきかかっているか4号艇の後藤、3番手には5号艇の藤田、スタートのは前提正常、1号艇4号艇並んでくる。後方5番2番3番最後方6番向こう上面から2マーク。さあ今度は4号艇が先前体制も内側の方から今度は1号艇が差していきますが、1号艇4号艇のトップ争い左内の方から今度は2号艇も接近いたしまして激戦となってまいりまして、1号手の秋山3番手に交代、わずかながら4号手の後藤が一定審査で2号手の野村2番手、3番手に1号手の秋山421の体勢、後方5番6番3番という体勢ですが、トップ争いまだまだ分かりません。コースタートから幕開けのハンドル4号手の後藤宏主導権を握る。さあ握られたったら地元勢、くるっと小回り旋回をしたのは5号手の藤田、バックストレッチ向こう上面でありますが、これ単独2番手に浮上したのは2号手の野村誠、上位の体勢は421の体勢、その後ろでありますが5番6番3番という体勢で向こう上面中間点リードは4停止になりました。4号手の後藤宏主2番手追走でありますが、2号手の野村誠、3番手争いは外握っていった1号手の秋山がもう一度全速ターンを見せますが、上位の体勢は 4-2-1 の体勢からず、レースの方はこれから最終周回。さあ後方ではちょっとアクシデントがありました。4番2番1番、その後は後方は5番3番という体勢ですが、6号手の石川がどうやら転覆を期しております。さあ上位の5艇でありますが、最終周回に入ります。トップは4号艇の後藤、2番手追走でありますが、2号艇の野村誠、3番手には1号艇の秋山直之、 4-2-1 の体勢固まって2連単の 4-2 で満州 104.5 倍、3連単の 4-2-1 251.3 倍を示しています。後方でありますが5番3番、なお6号艇の吉川は失格となっています。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。2コースから2番の山本がトップスタートを切りました。1コースを叩いていく。1番の浜本抵抗できません。まくって2番山本、2段まくり4番の本橋、真ん中ついた3番中村ちょっともつれまして、後方接触ありましてアクシデントが出ています。スタートは前提正常でした。先頭争いは2番山本、4番本橋が並んでいます。なお1周の1マーク、5番の鈴木は転覆失格となりました。5番の鈴木転覆失格です。スタートライン上は依然として追い風が続く水面状態です。一般戦の8レースを迎えました。なおこのレースは2番の鈴木勝弘、今日の前半レース負傷のため欠場となります。1番2番3番4番5番6番です。スタートまでは3秒、スタートしました。コースアウト、うわーっと、ちょっと内側早かった。1号艇2号艇が際どいスタートです。お知らせいたします。1号艇の大滝、2号艇高倉、1番二冠が残念ながらフライングです。1号艇2号艇に関係する船券は全て返還でございますので、レース終了までどうぞ皆様大切にお持ちください。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。好スタート、4コース際どい、4号艇白です。そしてインコースから1号艇おさら好スタートなんですが、ただいまのレースフライング模様となっています。1号艇突っ張ったおさら仕掛けていった4号艇篠崎、切り込んでいったのは5号艇の魚谷と3号艇杉山ですが、このレースフライング模様です。お友達の投票権大切にお持ちください。3号艇わずかに杉山先行か、打ちをついた2号艇松井、殺到の突破争いですが、このレースフライング模様となっています。お手持ちの投票権は大切にお待ちください。なおこのレース4号艇篠崎本氏ですが、フライング返還欠場となりました。4の組に関する投票権すべて返還、お手持ちの投票権は大切にお待ちください。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。好スタート、4、5コース、4号艇西山、5コースから5号艇白井が好スタートを切りました。角から仕掛けていく、まくっていく4号艇西山、前半レースの汚名返上になりました。見事にまくっていった4号艇西山貴弘が先頭、2番手争いは殺到となりそう。真ん中は2号艇の桐生、内をついた最一、6号艇徳松、5号艇白井、外は1号艇磯部、3号艇石野、11レース特別選抜 SM はスタート正常です。角まくりお見事だった4号艇西山、後ろにマークの旋回握っていったら5号艇白井英二ですが、白井は少々振り込んで交代、逆に浮上した6号艇徳松が2番手に浮上、3番手は2号艇インコースは桐生、アウトコースは1号艇林木の磯部、レーサー2周回目に入ります。
見事にまくってきました。前半戦のクラスは晴らしました。先頭4号艇西山、今西内マークの旋回からバックステージ駆け抜けます。そして2番手でクリアとなった6号艇徳松が展開して2番手追走、握っていく2号艇、おっといって後方ですが、5号艇のアクシデント、白井英二のアクシデント、現在上位待機は462か461か、西のバックからこれから2マークの旋回に向かいますが、5号艇の白井のアクシデント、西内マーク、西の2マークの旋回に向かいます。4号艇西山が西の2マークの旋回からホーム直線コース、そして2番手でクリア6号艇徳松、3番手ですがインコースは2号艇桐生、アウトコースは1号実務になりまして、レースは最終周回これから1マークに向かっていきます。最終周回の1マークに向かいますが、ここでお知らせいたします。2周の1マークからバックステージにおきまして、5号艇の白井英二ですが転覆のため失格となっています。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。わずかではありません。4コース4号艇あたりが覗いていますが、あまり差はありません。1周1マーク、さあ1号艇の先前に2号艇が握ってった、3号艇合わされ1番外、内をついては4号艇の馬場でバックストレッチへ抜けまして、1号艇流れた金子の内から並んできた4号艇の馬場、トップ争いは2艇4番1番。スタートは正常でした。3番手は5号艇の宗行が優勢。1周の2マーク、内から4号艇馬場が先手を取る。1号艇金子は一旦溜めて V ギャス差し返す。その後ろ5号艇宗行の後ろから6号艇の田中でありますが、まずはホーム側突破争い2艇が抜け出して接戦が続いています。わずかに外からのぞ直線コースのぞいていくのは4号艇馬場、内でこらえる1号艇金子、3番手は5号艇宗行がリード。2周の1マーク、1号艇の金子が先手を取る。4号艇馬場の差し返し、3番手5号艇宗行の内を狙って6号艇田中が入れるかどうか。バック側のまずは突破争いまだ続いていまして、1号艇金子は優勢。内から4号艇馬場が並べるかどうかといった並んできた2周の2マーク手前、4号艇の馬場が先に回っていく。1号艇金子はまたここも差し返しで少し、あっとボートが暴れてアクシデントになりました。1号艇の金子にアクシデントとなって、レースは最終周回トップは4号艇独走馬場、2番手に上がった5号艇宗行、3番手が6号艇田中となっています。456で最終周回1マーク、トップは4号艇馬場剛、2番手5号艇の宗行春也、3番手6号艇田中の内から3号艇合わせる橋本及ばずでバックスレッチです。1号艇の金子龍太は2周の2マークでアクシデントにより失格となりました。1番2番3番4番5番6番でスタートしました。うちの3艇1号艇2号艇3号艇あたりが好スタートを決めています。1周の1マーク、1号艇逃げる川原に3号艇の中村の付け前、うち2号艇4号艇6号艇の順で指してバックスレッジでありますが、持たした先頭は1号艇川原博明、2番手争いは今3艇、うちから4号艇2号艇3号艇並んで、最内から6号艇吉田も加わりそう。スタートは正常でした。1周2マーク、トップ旋回1号艇川原、2番手6号艇が小さく回る、そこを握った4号艇2号艇4号艇失速、キャピッターか、ここアクシデントになった。ホーム側で先頭は安全圏1号艇川原で、2番手には2号艇伊藤、3番手が6号艇吉田となって、今3号艇も止まっています。これから2周の1マーク、トップ1号艇川原、2番手外を逃げる2号艇、内からくるっと6号艇が迫ってバック側です。お知らせいたします。4号艇の小川二木田が妨害失格となりました。4号艇小川が妨害失格、そして被害になった被害を受けた3号艇中村明友も失格となっております。1番2番3番4番6番5番でスタートしました。わずかながら、おっとこれは際どいところまで踏み込んでます。1周1マーク、1号艇先前で3号艇がまくり出し、握って続く6号艇、内から2号艇4号艇でバックストレッチです。お知らせいたします。ただいまのスタートにおきまして、4番竹下大輝、4号艇の竹下大輝はフライングのため返還欠場となりました。4番に関します投票権は返還されます。どうぞ皆様大切にお持ちください。1番2番3番4番5番6番です。スタートしてきました。マットスタートは判定中です。スタートは判定中です。どうぞご注意ください。ファンの皆様にお知らせいたします。4号艇豊田康弘はフライング返還欠場です。4番に関する投票は発売額と同額での払い戻し、どうぞご注意ください。1番2番3番4番5番6番です。
スタートしました。第6レース3号艇4号艇センター勢がわずかにこうスタート、インからは1号艇の山根もまずまず、1号艇の山根が逃げていく、3号艇の出端のまっくり気をつけまい、2号艇の新田が差し込んで、そして4号艇の松田が差し込んでいく向こう上面です。後方ではアクシデントが発生しました。先頭は3号艇の出端、スタートは前提正常でした。なお6号艇の岡部隆が落水のため失格、6号艇の岡部隆が落水のため失格となってしまいました。進入隊形はインコースから1番、2番、3番、5番、6番、4番です。スタートしました。1、2コースの2人ですが、ちょっと1コースは早いスタートになったか、1周1マークの攻防です。ファンの皆様にお知らせいたします。1番の斉藤はフライング変換欠場でございます。1番斉藤はフライング変換欠場です。1番の組に関する投票権はすべて変換となります。お手持ちの投票権どうぞ大切にお持ちください。1番2番3番4番6番5番です。スタートしました。4コース4号艇の大沢慎二、6コースから5号艇大場幸喜、外寄り勢好スタート。しかし3コースからまず伸ばすのが3号艇の石木亮が、これに飛びついて回っていくのが1号艇の椎名、そして内の方でややもつれましたが間をまくり出して5号艇大場幸喜でバックスレッジ、まくりを受け止めて逃げた1号艇椎名豊が先頭、リーダー後定心、2番手は3号艇の石木が一定心前、内から5号艇の大場、さらにその内から4号艇の大沢慎二、6号艇小畑流士続く。スタートは正常、1周の2マーク、2番手小回りは6号艇の小畑流士ですが、ここも握って3号艇の石木亮華が2番手をキープ、3番手は5号艇大場幸喜が一定心半ぐらい一定心半リード、そして4番手から6号艇の小場後方ですが、大沢慎二と大沢博夢が5番手6番手となっています。レースこれから2周の1マーク、注目は3番手争いで先に行くのが5号艇の大場幸喜、握り前は6号艇の小畑龍吉、そして4号艇の大沢慎二にアクシデントとなっています。上位は1番3番5番135でスリット裏、4番手は6号艇の小畑龍吉、5番手は2号艇大沢博夢となっています。ここでお知らせ、4号艇の大沢慎二がアクシデント失格、4番はアクシデントのため失格となっています。3番1番2番ダッシュ4番6番5番の進入です。ポイントファイナル予選最終競争です。スタートします。1号艇の谷川雄一がトップタイミング、2コースまくり観光から1号艇の谷川雄一、2号艇の松田裕樹ついて回って鋭角に入るがバックへ入った。3番手の水は3号艇の上脇を切り込んで5号艇の河合、外から4号艇の大平義明バックへ入ったが2号艇かかりそうでかからないところで、さあ3号艇の西田高根残ってくる、前にもチャージ、前提スタートは正常、外から外へと2号艇の松田裕樹、クロット3号艇の西田もわずかに波にはまります。上位は1番2番3番の体型であります。谷川雄一先頭、2号艇の松田裕樹、2番手3号艇の西田康が3番手、刺激と大平が競った状態であります。西田前を前を駆け寄っていきます。6号艇の刺激にチャンス、開いて内を切り込んでいく、しかし3号艇の西田が持ちこたえた。上位は1番2番3番の体型であります。刺激4番手、後方5号艇4号艇と河合正史と大平義明が競った状態であります。3号艇の西田に対してスピードを保ちながら6号艇の刺激で行こう、若干前の後席に乗った3号艇西田、これを6号艇競り込んで、おっと3番6番あたり絡んでヒヤッと、6号艇の刺激残念ながらボート接触、暴れながら転覆アクシデントか。1番2番3番6番ダッシュ4番5番スタートしました。高枠の2人が好スタートいった。1号艇ウルタ、2号艇小林、1マークへと向かいます。インから先手1号艇ウルタ翔平、3号艇西村がまくっていく、内をつく2号艇6号艇4号艇バックスレッジに入って、内からグイッときて6号艇金田聡が1号艇ウルタを捉えて手を並べ判定し覗かせる、さらには2号艇小林も先をかける、後方4号艇5号艇3号艇、第3レーススタート正常です。1周2マーク最内から6号艇金田、1号艇ウルタが握って追いすがってくるが少々膨らんだ、ここで独走態勢6号艇金田、後方行ってアクシデントが目下のところ6番1番3番です。お知らせいたします。2号艇小林慎は転覆のため失格、2号艇小林転覆のため失格です。1番2番3番4番アウト、5番6番の体型
今スタートしました。ダッシュにて5スタート、5号艇中岡、6号艇の樋口、3コースが3号艇の井上、2艇がセッター、クルッと1号艇の荒木、ズバッと6号艇樋口と2号艇まででバックへと入りました。トップラス6号艇、3号艇の接戦はスッと出る6号艇樋口、2番手は3号艇の井上、3番手は1号艇、2号艇、4号艇、5号艇、4艇、交戦で一緒にコーナーの世界でスタートは戦場。トップ世界6号艇の樋口亮、2番手3号艇の井上、クルッと運べ2号艇の山田、切り込んでは4号艇の前川と、さらには1号艇荒木、5号艇中岡ですが、先頭は6号艇の樋口、2番手は3号艇の井上、3番手上がってきたのは2号艇の山田、上台系は632、レースは2周目と映っておりますが、後方2枠で1号艇の荒木がエースト状態です。レースは2周目の1コーナー、先頭6号艇の樋口、2番手は3号艇の井上、3番手は2号艇山田、上台系632、その後方9号艇の中岡、5番手は4号艇の前川で時計台を通過していきます。レースは2周目マークの旋回と向かいます。2マーク付近でエンスト艇がありますので、これを避けての旋回ということになります。先頭6号艇の樋口、2番手は3号艇井上、3番手2号艇山田です。ここでお知らせいたします。4号艇の前川隆二は1周2マークにおきまして妨害のため失格、1号艇の荒牧渚はエンストのため失格となっております。1番2番3番5番6番4番で今スタートしました。1号艇3号艇中谷と高橋がわずかに覗いた好スタート、イーストチマークに向かっていく、逃げる1号艇にまくってきた2号艇、3号艇前が塞がって握っていった6号艇も大回り、打ち小さく4号艇の権藤でバック側に入りますが、さあここは逃げました。先頭は1号艇中谷隼人、リードを3停止、そして2号艇村松が2番手、その後ろは4番3番5番6番が追走です。スタートは正常でした。2マークトップで1号艇、後ろから4号艇がやってきて先に回る、回して差し返す2号艇の村松、後ろから3号艇と5号艇と入ってきますが、2番手は2号艇村松優勢ですが、アウトから4号艇の権藤、そして内から3号艇の高橋が追いかけて、2番3番4番とまだこの辺り間隔わずか、2着争いです。これから西の木マーク、3号艇が並んで差し先行しますが、差し返す2号艇、そして4号艇にアクセントが発生、2番手は2号艇の村松リードを取って、3番手は3号艇の高橋、後ろは5号艇豊田、最5番手が6号艇の中村。これから2周の2マークです。トップで1号艇中谷隼人、そして2番が3番を抑え込んで回ってホーム側に帰ってきています。4号艇の権藤と清水ですが、2周の1マーク出たところでアクセント失格となってしまいました。1番2番3番4番5番6番です。スタートしていきました。1号艇川上コースタートを決めています。4コース4号艇松村がスリット後ただ伸ばしていくというところで、1号艇川上が少し膨れながらもなんとか逃げるか、4号艇松村アクシデントです。あとは2番6番3番後方5番です。4号艇松村はアクシデント、スタートは前提正常でした。5号艇前野も今後続遅れを取っておるという形です。4号艇松村幸太は転覆失格です。4号艇松村幸太は転覆失格。1番3番4番2番5番6番の並びです。スタートしました。第2レース、これはフライング艇があります。お手持ちの投票券は大切にお持ちください。この第2レース、フライング艇があります。お知らせいたします。2号艇野田部弘子、フライングのため返還欠場。2番に関する投票券は発売額と同額で返還いたします。2番に関する投票券大切にお持ちください。インコースの真島ですが、スタテン同様90あたりからのお越しになります。6番4番1番5番ダッシュ2番3番です。スタートを切りました。このスタートは判定中、このスタートは判定中です。ご注意ください。1周1マーク6号艇が先制、1号艇前を遮られて内を差して5号艇となっていますが、このレースお知らせがあります。第3レース2号艇関野綾、フライング変換決勝、2に関する投票はすべて払い戻しとなります。ご注意ください。123ダッシュ456です。5号艇平見ですが、大差のないスリットとなりました。まず1号艇がコーナー先手、握っていた3号艇バランスを崩してしまって3号艇アクシデント発生、1号艇逃げに対して2号艇4号艇いずれも差して追走となっています。スタートは正常でした。1号艇2号艇トップ争い、その後ろ4号艇5号艇水が空いて6号艇5艇が1周2マークに向かいます。なお3号艇は失格となっています。1番2番3番4番6番5番の体型です。
オープニング戦スタートしました。内川さんって、おっと3号艇これはちょっと踏み込みすぎたかもしれません。1号艇まずは先手、2号艇の河合正治がくるっとボートを回していてバックへ入った。なお残念ながらお知らせいたします、3号艇の若目井正選手がフライング。3号艇に関する投票権は全て返還されます。1番5番2番3番4番6番の進入、3つ目の準優勝戦の第11レース。スタートします。1号艇の佐藤がトップタイミング0運あたりか、ちょっと警戒センターから2号艇の吉村誠、1号艇同走体制の佐藤、外から2号、おっとターンが飛んでいる、くるっと5号艇花田切り込む、3号艇松田裕樹、左右地切り込んで入ったら5号艇の富田でありますが、2番手争いは大激戦ムードも当院速攻で、1号艇の佐藤博明、佐藤は完全に独走体制、前提スターター正常、6号艇絡んで3号艇松田裕樹、思い切る分回った、切り込む5号艇 V 若干寄った、握った分だけ3号艇の松田裕樹前へ出る。上位は1番3番1番体系であります。5号艇の花田がしかしながら肉は追いつき気味、外6号艇戦況見据えて富田秀樹、5号艇の花田絡んでいく、引きつけながら、おっと3号艇脇をついたが前妻、おっと6号艇 VS 接触あったのかどうか、これ微妙だが絡んでいる2艇。ここで2号艇の吉村が4番艇、上位は1番5番3番に変動しているが2艇絡んでのアクシデント、ボートがホーム側に返されてまいりました。なおお知らせいたします、6号艇の富田選手妨害、煽りを食う形だったが4号艇の黒崎選手、こちらも転覆の模様か失格に敗れています。1番2番3番ダッシュは4番5番6番です。スタートしました。1コース1号艇木野は早いスタートになりました。ただいまスタートは判定中です。お手持ちの投票券は大切にお持ちください。逃げる1号艇木野なんですが、どうやらスタートは早かったようです。ファンの皆様にお知らせいたします。このレースは1号艇木野近吉がフライング変換欠場となりました。従いまして第2レースは1番に関係ある投票権は全てが変換です。お手持ちの投票権は確定まで大切にお持ちください。5番1番2番ダッシュは3番4番6番です。スタートしました。1コース5号艇鈴木、わずかにトップスタートが6艇それほど差がないんですが、逃げるのは5号艇鈴木、1号艇加藤が指して、そうといったのは2号艇橋本、間から4号艇黒井、内から3号艇同章、6号艇山本が続く、指した1号艇加藤隆が先頭、2番手5号艇鈴木、3番手ラスイは外から2号艇橋本、間から4号艇黒井、内から3号艇同章が続く、スタートは正常です。2番手1号艇加藤クリア、2番手ですが3号艇同章かわす5号艇鈴木、2番手5号艇鈴木急遽、3番手4号艇黒井が外、間から6号艇山本、内側から2号艇橋本が続く、レースは2周1マーク、先頭1号艇加藤隆がクリア、2番手5号艇鈴木急遽、3番手ラスは小回り見せる2号艇橋本、橋本振り込んで転覆、握っていったのは4号艇黒井、内をつく6号艇山本、3番手4号艇黒井が優勢、上位は1番5番4番です。お知らせいたします、2周1マークではアクセントがありました。このレースは2号艇橋本俊光が転覆失格となっています。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。3号艇西野が好スタート、2号艇の別府もいいスタートを切っています。逃げ体勢作る1号艇牧山をまくった2号艇の別府、内からは3号艇西野、その内を4号艇の今井が続いていきます。内から3号艇の西野、外2号艇別府、2艇の突破争い、なお1マーク付近で6号艇小林にアクシデントがあった模様です。3番手は1号艇牧山、なおスタートは正常でした。ここでお知らせいたします、6号艇小林徹は転覆のため失格、6号艇小林徹転覆のため失格となっています。岸本隆、中村忠、前川隆二、ダッシュスタート山内雅人、井出亮太、原田斎一郎の体型となりました。3秒前です。9です。
さあ、どのさあ、五コース踏み込んだ五号艇の井出、角から四号艇までうち、インから一号艇の岸本一周の一枠、逃げる一号艇の岸本が握っていく、攻めるは五号艇の井出、狂った運び二号艇、中村さん一、六号艇、原田さん一のバックへと入りました。押し切った先頭、一号艇の岸本で、二番手、五号艇、二号艇、六号艇、去って並びました。その後方、三号艇、前川と四号艇、山内、一緒にコーナーの世界でスタートは正常でした。焦点、二番手のせいでありますが、六号艇の原田ですが、インに代わって二号艇の中村、アウトを握り込んだ五号艇の井出、少し膨らんだ。インついては4号艇3号艇と後方5号艇にアクシデント発生となりました。先頭1号艇岸本、2番手6号艇原田が浮上、3番手は2号艇中村、上位台形は162、レースは2周目です。ここでお知らせいたします。5号艇の井出亮太は1周2マークにおきまして、転覆のため失格となりました。1番2番3番4番5番6番の並びです。スタートしました。進入固定第7レース、1号艇2号艇3号艇5号艇出ていく、一周一幕、1号艇三浦が逃げる、3号艇池田がまくってアタック、さす2号艇は片岡恵里、向こう正面先頭は1号艇の三浦にペース空きがかかりました。2号艇片岡恵里、2番と1番センタラスイ、スタートは前提正常でした。2号艇1号艇センタラスイ、その後方3番手も接戦、まずは先頭から2号艇片岡先行、1号艇の三浦が指してホーム側でした。ここはもつれてしまいました。アクシデント発生となってしまいました。先頭は2号艇片岡恵里、2番手は3号艇の池田、その後ろ5号艇4号艇です。なお2マークでは2艇がもつれています。なお2号艇の片岡恵里ですが妨害のため失格、2番の片岡は妨害のため失格となっています。2号艇の片岡は妨害失格です。なお2マークでのアクシデント発生ですが、2号艇が妨害失格、そして1号艇三浦が転覆失格、6号艇田中はエンストのため失格となっています。1番2番3番4番5番6番の並びです。スタートしました。前提きれいに揃っていきました。特選競争第11レース、一周一幕、1号艇の細川が逃げる、3号艇の寺田がまくっていく、そして2号艇は三浦入り、続いて4号艇5号艇、そして向こう正面は1号艇の細川優子が先頭、スタートは前提正常でした。1号艇細川先頭、その後ろ4号艇2号艇が並んで差がなく残る3艇も追走、一周二幕、1号艇の細川がトップで旋回していてしっかりとキープ、後方2番トット4号艇アクシデント発生となってしまいました。先頭は1号艇細川優子、2番手ですが6号艇土屋みなみ、3番手は2号艇三浦入り、その後ろは5号艇藤崎、3号艇寺田です。なお2マークですが4号艇の新田由里が転覆のため失格、4番が転覆のため失格となっています。内から1番2番3番6番4番5番でスタートしていきました。ダッシュ勢の中、さあ角から4号艇の中島好スタートでぐーんとうちの4艇飲み込んでいきました。角まくりを見せて4号艇の中島トップターン、続いていく大外からの5号艇の川尻という運びで4番5番2艇抜けました。3番手は現在6号艇の榎木が先行に、差がなく2号艇の秋山、そして1号艇の大神、最後方は3号艇の畑となっています。スタートは前提正常でした。5号艇のうちに6番1番殺到、さあかなり揉まれた5番と1番、これはアクシデントは5号艇が転覆になっている様子です。先頭4号艇中島、追走は2番と6番2艇並走、インコースが2号艇の秋山、アウトコース6号艇の榎木が並んで2周目1マークの旋回です。先頭4号艇中島、そして2番手2号艇の秋山、3番手は6号艇の榎木で向こう正面へと抜けました。なお1周の2マークにおきまして1号艇の大神が妨害のため失格です。1番の大神妨害のため失格、そして5号艇の川尻は転覆のため失格となりました。